こんにちは、アミヨの部屋です。今回はソックヤーンとミストヤーンを引き揃えて、とても簡単なスリット入りのネックウォーマーを編みたいと思います。こちらのソックヤーンは磯部屋さんの福袋に入っておりました。とても可愛いラベルで、ムーミンとのコラボ商品ですね。ラベルはこちらで、何かのご参考になさってください。こちらは225m100g ですね。ウールとナイロンですね。ミストヤーンはもうおなじみかと思います。ダイソーさんの商品で、ご参考にバーコードですね。ポリエステルでしたね。ポリエステル 35g140m。 ちょっと使っておりますので新品ではありませんが、ほぼ一玉ありますね。その他にハサミ、とじ針、段数マーカー、今回は引き揃えますので、かぎ針は8号と7号の両方用意しました。この度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速編んでいきたいと思います。ミストヤーンは中から使いますね。ソックヤーンですが、これも中から使うんですよね。ちょっとラベル外すの苦手なので、慎重にやっていきたいと思いますね。してる感じですかね。肌触りとても柔らかいです。でもしっかりしてますね。とても楽しみです。ちょっと中からの糸がですね、探せなかったのであんまり上手に、外側から使っていきたいと思います。それでは鎖編みから始めます。まずは鎖編みの作り目ですね。鎖編みを編んでいきます。今回はソックヤーンをとにかく編んでみたかったので、編み方はとても簡単ですね。まずこのように鎖編みをネックウォーマーの高さになりますね、お好きな高さまで編んでいきます。私はだいたい30から40ぐらいを考えていますね。遅くなりました。かぎ針は8号を使っています。本当はソックヤーンだけで編みたかったのですが、まだちょっと寒いので、ちょっと寒いかなと思ってミストヤーンがありましたので引き揃えることにしました。今回も仮説悪いですが、最初からどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。鎖編みを40目編んできました。今の時点でだいたい28センチぐらいですね。もしかしたら編んでるうちに少し変わるかもしれません。次に立ち上がりの鎖編みを2目編みます。40目のところに手を添えるといいと思います。鎖編み1、2で立ち上がって、今手を添えたところ、針から数えて3目目に中長編みを編みますね。次の目にもここですね、中長編みを編みますね。1段目はこの編み方を繰り返していきますね。針に糸をかけて中長編みですね。ここで最初の中長編みの頭に段数マーカーをつけました。それでは目数の分だけ中長編みを編んでいきます。私の場合は40目中長編みを編みますね。中長編みが40目編めました。この時点でもう綺麗ですね、お色がですね。それでは2段目に入ります。鎖編み2目で立ち上がります。でこの方向にターンをしますね。今編んだ2目はカウントしないで、この目から次の目から1目と数えます。次の目はここですが、今回は中長編みの筋編みを編んでいきたいと思いますので、向こう側の1本だけをすくいますね。針に糸をかけて、この場所に針を入れますね。見えますかね、ここですね。そして中長編みを編みますね。これで中長編みが1目編めました。
次の目はここですね。今からここに針を入れますね。針に糸をかけて向こう側の一本をすくって、こうですね、中長編みですね。次はここに入れますね。針に糸をかけて向こう側の一本をすくって、中長編みですね。針に一本をかけて向こう側の一本をすくって、中長編みですね。二段目はこの編み方を繰り返していきます。二段目の最初に編んだ中長編みの頭に段数マーカーで印をつけました。それでは最後まで40目、1段目の段数マーカーの場所まで中長編みを編んでいきますね。2段目の終わりです。1段目の最初の中長編みに段数マーカーをつけましたね。2段目の最後の目はこの段数マーカーの場所になります。針を入れる場所は向こう側1本ですね。針に糸をかけて段数マーカーつけたままできますかね。ここに向こう側1本にこのように入れますね。で、中長編みを編みますね。これで2段目が編めました。このようなとても綺麗な色になりました。それでは3段目に入ります。3段目以降は2段目と全く同じ編み方です。まず最初は鎖編み2目で立ち上がります。ターンをする場所はいつもこの向きですね。ターンをしたら最初の鎖編みはカウントしないで、次の目、ここですね、の向こう側1本をすくって、こうですね、針を入れて、こうですね、中長編みを編みます。本当に今回はこれだけで簡単ですね。で、次の目にも今中長編みを編んでますね。で、次の目にも編んでいますね。ちなみになんですが、とても柔らかくて編みやすいです。はい、それではこれをまた最初の鎖編みの目数、私の場合は40目ですね、編んでいきます。編んでいきますと最後に段数マーカーがありますので、最後の中長編みは段数マーカーの位置にありますね。この段数マーカーがついた向こう側の1本をすくって中長編みを編みます。そしてまた4段目は鎖編み2目で立ち上がってターンをして、次の目から中長編みのすじ編み、本当にこの繰り返しです。それではまた何段か編んだらお知らせしたいと思います。50段ぐらい編んできました。とても綺麗ですね。現在メジャーで測ってみますと、だいたいそうですね、56センチ弱ぐらいです。ちょっとずらしますね。これぐらいですね。次は閉じ合わせていこうと思います。こちらが編んでいる方が表で、だいたいこういう時は反対側で閉じ合わせることが多いですが、今回は表側から閉じ合わせてみようと思います。ですので表側のところの真ん中ぐらいのところを持って半分に折りますね。この時点でお首に当ててもいいかなと思います。ちなみになんですが、ミストヤーンは2つ目に入りまして、2つ目は2021年度のウエステリアパープルがこれぐらいですね。ソックヤーンはこれぐらい余っています。それでは閉じ合わせていきます。現在最後の目を編んだ状態です。鎖編み等は編んでいません。まず反対にしますね。最初に編んだところの一番最初の目、ここですね。ここに、そうですね、2つすくいますかね。いえ、すいません、1つすくいます。向こう側の1本、これが最初の目ですね。最初の目の向こう側1本のみをすくって、
この糸を引き抜きます。もちろんご自分のやり方でやられてくださいね。私あまりこういうの得意ではないので、このままこうですね引き抜きますね。気持ちキュッとしますが、あまりキューキューしすぎない方がいいと思います。次の目、ここですね。見えますかね。次の目の向こう側一本をすくって、こうですね。次の目、ここですね。の向こう側一本をすくいますね。このまま、引き抜き編みをします。はい。これを繰り返していきます。次の目、ここですね。向こう側一本をすくって、反対側の三目目のここですね。向こう側一本をすくって、引き抜き編みをしますね。で、気持ちゆったり目がいいと思います。次の目、ここですね。ちょっと見にくいかな。ここですね。向こう側一本をすくって、向こう側一本をすくって、引き抜き編みをしますね。こうすると、このようにチェーンが見えますので、これが模様のように見えて、こうですね、つながっていく、わかりますかね？表にするときに模様がつながっていくイメージを今考えています。こうですね。そうすると、結構いい感じにつながると思うんですね。これを今回はスリット入りのネックウォーマーですので、これを約半分、20目ぐらいまで続けていこうと思います。閉じ合わせてきました。20目閉じ合わせて、最初の目が1目ありますので、こちらの閉じ合わせてない方は19目残っています。私は今回これでいこうと思います。そうですね。わかりますかね。この閉じ合わせたところのチェーンが、このチェーンと似てるので、あんまり違和感なく、割と美しくなるかなというふうに個人的には思っています。それでは最後、糸処理ですね。最後、20目目、閉じ合わせた20目目を編んだ状態です。これをですね、最後はそうですね、このままちょっと怖いので、やはり鎖編みですかね。で、今回ちょっと糸を切っております。鎖編みを今一目編んで、大丈夫そうですかね。で、ここで裏にしますね。気持ちキュッとして、上手にできますかね。ここで、とじ針に通していきますね。とじ針に通したら、今、鎖編みでキュッとなっていますので、そうですね、よいしょ。一回ちょっとこちら、この、ここに、あ、これ本当に自己流ですので、お好きなやり方でやられてくださいね、こちらも。ここで、キュッとしますかね。はい、いいですね。で、ここで反対側にして、あとはですね、こちら裏ですので、いつものように糸処理をやられてくださいね。ただ今回この辺に、ちょっとですね、入れてみようかな。どこ？もう本当に自己流ですので、もうしつこいですが、ご自分のやり方でやられてくださいね。もう編み物の季節もだいぶ後半だと思いますので、皆さん、たくさん編み物できましたでしょうか？まあ、私はちょっと今年って今年度はあまりできてないので、今月、もちろん春になってお楽しみだと思いますので、まあ、少しずつ編み物をできる時間を増やしていけたらいいなと思っています。ちょっと今こんな方に入れてますね。ではもうこのままですね、通常通り糸処理をして、終わりですね。糸処理が終わって、最初の糸も糸処理をして完成しました。ちょっ
ットアップにしますね。でこちらのネックウォーマーですが、使うときはだいたい半分のところこの辺で折って、ここにお首を入れますね。こうですね。で折ってあるところが肩にきますので、このようにゆったりと着用することができますね。伝わっていますでしょうか。ここにお首を入れて、ここに肩がきますね。ですのでお首はあったか、お首、肩の方はゆったり、でもしくはですね、逆のパターンもありますね。反対にして、ここにお首を入れて、お首はちょっとゆったりして、まあ、肩をですね、このようにちょっと難しいかな、このようにお首ゆったり、肩あったかパターンですね。今回私は主人にあげようと思ってまして、バレンタインに、あ、もうバレてますが、もし主人が使わなかったらいつも通り自分で使う予定です。この度も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。今試着してみましたが、このように半分に折って首あったか肩ゆったりタイプが私には一番フィットしました。寒かったら伸ばしてもいいと思います。今年寒いですよね。ちょっとですね、自分で言うのもなんですが、おしゃれ感あると思います。で、私は今回主人にあげようと思ってまして、男性の方もこのサイズで大丈夫だと思います。もちろん個人差がありますし、お好みもありますので、お好きなサイズ、毛糸で編まれてくださいね。このスリットももう少し深くてもいいと思います。幅ももう少しお好みによって短くしたり長くしたりして調整されてくださいね。まだまだ寒い日が続きます。健康が一番大切ですので、くれぐれも元気で楽しく過ごしましょうね。ありがとうございました。またお会いしましょうね。